初代ニュージェント伯爵、ロバート・ニュージェント、トマス・ゲインズ・バラ作、1782年。初代ニュージェント伯爵、ロバート・クラックス・ニュージェントは、アイルランド王国出身で、グレート・ブリテン王国の政治家、詩人。1702年、マイケル・ニュージェントとメアリー・バーンウォールの息子として、生まれた。 二度目の結婚で1741年から1754年まで、セント・モーズ選挙区選出の庶民委員議員を務め、1754年の解散総選挙でも再選されたが、彼は同時にブリストル選挙区でも当選、ブリストルへの蔵楽会を選択した。以降も再選を重ねたが、1774年、イギリス総選挙では取材を投じて、 ブリストル氏の改善を促進したにもかかわらず、ブリストルで当選できず、セント・モーズ選挙区に戻ることを余儀なくされた。以降は1784年6月に引退するまで、セント・モーズ選挙区の代表として、議員を務めた。国王ジョージ2世の長男で、プリンス・オブ・ウェールズのフレデリック・ルイスは、父とは性的であり、彼は、コーンウォールの選挙区を通じて議会への影響力を、 強めようとしたが資金が足りなかった。ニュージェントが所有したセント・モーズ選挙区はコーンウォールにある選挙区だったため、フレデリック・ルイスとニュージェントは自然と友人関係になり、ニュージェントは1747年にフレデリック・ルイスの王室監査官に任命された。フレデリック・ルイスはたびたび、ニュージェントに即位後に公職を与えることを約束して大金を借りたが、 それが召喚されることはなく、結果的には、後の国王常時賛成によって、領地、年金、借位の形で召喚された。1751年に、フレデリック・ルイスが死去すると、ニュージェントは、ヘンリー・ペラム政府と和解して、大倉教委員に任命され、1759年まで、勤めた。続く1760年から1765年まで、 アイルランド福岡倶教の一人で、1766年から1768年まで、勝負委員会第一教を務めた後、1782年まで、再び、アイルランド福岡倶教を務めた。また、1766年に、アイルランド貴族のニュージェント男爵とクレア子爵に除され、1776年に、ニュージェント伯爵に除された。1784年に、 ショーピットとチャールズ・ジェームズ・フォックスの和解を仲介して失敗した後同年に引退した。1788年10月13日、ダブリンのラトランドスクエアで死去した。ニュージェントの息子、エドマンド、フランシス・コーツ作、1748年。1730年7月14日、第4代フィンゴール伯爵、ピーター・プランケットの娘エミリアと結婚した。 一難を設けたが、エミリアは1731年8月16日に出産中に亡くなった。1737年3月23日、ジェームズ・クラックスの娘アンと結婚した。アンは二度目の結婚相手である、ジョン・ナイトとの間でも設けた一人息子が1727年に死去、さらにナイトが1733年10月2日に死去するとアンは、 ナイトの財産を継承した。1721年に、ジェームズ・クラグスが自殺した時に、アンに分け与えられた財産と合わせて、ニュージェントは、アンとの結婚で、ゴスフィールドの領地、セント・モーズ選挙区の庶民院議員職、他、約10万ポンドの財産を得たが、二人の間に子供は、おらず、結婚生活も幸せではなかった。ニュージェントは、ゴスフィールドの領地に、 大きな公園を建て、1748年には、ホレス・ウォルポールが訪れてきた。アンは1756年に死去、ゴスフィールドの教会に埋葬された。ニュージェントの三度目の妻エリザベス、ジョシュア・レノルズ作、1759年、1760年、1757年、同セットのチャーバラ出身のヘンリー・ドラックスの娘、エリザベスと結婚した。しかし、 アントの結婚と同じく多額の財産を得たものの結婚生活は幸せではなかった。二人の間には公式には二条を設けたが、ニュージェントとエリザベスが長年別居していたため、ジジョルイーサはニュージェントの娘ではないとされる。1755年にはフリーイート刑務所に服役中の人物がパンフレットを出版して自身が ニュージェントの非着出詞で1730年に生まれたと主張し、1895年に出版された英国人名辞典第41巻は、それが真実であるとした。文化面においては死を残し、ロバート・ドズリーのコレクションズで一部が出版された。生まれた辞典の財産は、 毎年約1500ポンドの収入を生み出すに過ぎなかったが、1788年に死去する頃には100万、長者の一人になった。ニュージェントが財産を増やした方法は裕福な未亡人と結婚することであり、それが大成功を収めたためホレス・ウォルポールが、ニュージェンタイズという造語を生み出すほどだった。ありがとうございます。